皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日は久しぶりにラジオの収録をやっております。今回お届けする内容はドクターフーの話題です。で、ドクターフーの何の話題かというと、まあ、今日本語になってないシーズン、まあ、シーズン13とか、シーズン12と13の間のスペシャルとか、シーズン13以降のスペシャルの話とか、もうそういう今このね2022年10月23日現在で日本語になってないことなんですけど、ちょっとその、まあ、最近のドクターフーについて、まあ、ネタバレ全開でこの後ティムさんと一緒にツイッタースペースでお話ししようかなと思っております。で、そして今日のこの2022年10月23日っていうのは、もうついに情報がこの前出ましたけど、例の BBC 開局100周年スペシャルですね、ドクターフーの The Power of the Doctor、 これのこのエピソードの放送日っていうことで、多分夕方ぐらいには今日のイギリスで放送されるのじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、この日っていうのもあって、まあ、ちょっとティムさんとそのパワーオブザドクターに向けての話をしようってことになってます。まあ、なのでちょっと最新のドクターフーシーズン12以降の話をご覧になってない方でネタバレをもう一切知りたくないという方はちょっとここで一旦動画ストップしていただいて、まあ、またその全てのコンテンツをご覧になった後にまた戻ってきていただけたらなと思っております。まあ、こういう今喋ってる僕自身も、まあ、つい最近ですねブルーレイで、シーズン13でその後のスペシャル2本を見てきたわけなんですけど、まあ、日本語で見れたわけじゃないんで 100% の内容を理解してるわけではないんですけど、まあ、ちょっとその自分が見てきた内容とかその辺を踏まえてこの後お話できたらなと思っております。で、それではこの後ですね、ティムさんと合流してドクターフーの話していきますので、ぜひ最後まで聞いてください。それではどうぞ。おはようございます。おはようございます。ティムさん元気にしてます？元気でーす。いやもうやっとやっとですよね。やっとです。やっとですよね。今日ですよね。今日の何時ぐらいからです？今日の夜ですね。でね、実は生で見れない。生で見れない。実は仕事があって、ちょっと生放送は見れないんですけど、まあ、帰ったらすぐ、その、ストリ、なんていうの？帰ったらすぐ見れる感じ。ああ、いいですね。ちょっとだから、ちょっと ずれてみます。数はいつ見れるかな。早くて明日の夜とかですかね。明日の夜。ああ、はいはいはい、はい。北米の iTunes でダウンロード版買うので、明日の夜には買えるかなと思ってますけど。じゃあもしかして同じぐらいの時間 に見るかもしれない。わかんない。そうだな。そうですね。前も言ったね、かもしれないけど、まあ、イギリスにいる、まあだから最後、ドクターフーが放送、ね、ドクターフーが放送したとき、うん、自分がそのイギリスにいた、最後いたのが、96年です。ああ、だから8代目の映画は見たんですもんね、確かに。8代目の映画は見た。テレビ、そう、うん、生放送は見た。そうだね。で、そっから日本に来て、新シリーズ、シーズン1から。新シリーズはもう1個も見てないな。イギリスに帰ったりね、年に1回ぐらいはイギリスに帰ったりしてたけど、放送の時期じゃなかった気がする。いつも。そう、だから、そうですよね。そう、だから自分がいつも、いつも、いろんな方法を使って、新シリーズはもうずっとそんな感じ。結局、今日も結局、そう、ちょっと、まあ、一応、
今日は公式のあれだけどね、その BBC っていうのが iPlayer ね、iPlayer っていうのがあって、ああ、iPlayer、うん。iPlayer で見るつもり。ああ、いいですね。ですね。ちなみに iPlayer って、日本では NHK とかそういうの、そういう放送局って同じようなやつある？やっぱ。あ、多分あると思いますよ、NHK も。NHK とかあるか。うん。そうですね。各テレビ局、各っていうか、なんかテレビ局によっては、アプリで見れるようになってるやつがあるみたいですね。そうだよね。じゃあ、ちょっとどうしようか。カズ、そうですね。あ、じゃあちょっとカズにいろいろ聞きたいな。なんか今まであんまり、そのカズの、なんていうの、印象とかっていうのを、その13代目ドクターについて、そんなに、いろいろ聞いてないから、うん、ちょっといろいろ聞いていってもいいですか？あ、いいですよ、いいですよ。13代目、うん、自分のイメージは、結構カズは、まあ、10代目ドクターが一番好きでしょう？そうですね、10代目が一番好き。ね。で、そのマット・スミス11代目も、まあ好き。はい。そうですね。12代目、まあ、好き嫌いとかじゃないんだけど、順番はつけられる？その新シリーズのドクター。なあ。順番はつけたくないならつけなくてもいいけど。いや、でも、僕の中で、まあ、一番が10代目ドクターで。っていうのが、これがドクターのキャラクターの話かな。そうですね、キャラクターですね。キャラクターの話ね、うん。うん。キャラクターとして一番好きなのが10代目ドクターで。うん、まあでも13代目、2番目ぐらいだと思う。なんだかんだ言って。なんだかんだ言って。へぇー、うん、意外。そうなんだ。そうですね。いや、結構僕の中でこの順位決めるのってすっごく難しいんですけど、うん、それは、まあ、やっぱ、うん、10代目に近いなんかこうエネルギーがあるからなのかな。なんかそういう風に言われてる、うん、ファンにはそういう風に言われてるんだよね。なんか人によっては、うん、ちょっとなんかそのなんかエネルギッシュな感じがちょっと10代目に似てるとかって、うん、そういうのが好きなのかな、カズ。そうですね、多分それもあって好きなんだと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりその初めての女性のドクターってことで、やっぱその興味持って見てたんですけど、うん、なんかこう自分の中でこの歴代のねドクター以上に引き込まれるものがあったっていう感じですかね。まあ、多分そのお話に各エピソードの内容とかもあってってことだと思うんですけど、なんか自分の中では2番目に好きかなっていう印象ですね、ずっと。ああ、じゃあ最近結構、最近は何を見たんだっけ、その見るそのいろいろその今日のエピソードの準備っていうか、最近見てるよね。そうですね、最近フラックスは全部見て、デイブ・オブ・ザ・ダーレクも、レジェンド・オブ・シー・デビルも一応見てきました、ね。うん、うん、うん、うん。じゃあ、まあ、ちょっとその13代目について、じゃあ、まあ、キャラクターだけじゃなくて、この13代目の、まあ、今回は、その、プロデューサーっていうか、ショーランナーっていうか、プラ、うん、とその13代目ドクターが一緒じゃないですか。そのなんか、13代目と一緒にその、まあ、クリス・チブナルが、まあ、担当になって、うん、でそれで今回のエピソードで終わりじゃないですか。まあ、初めてね、その一つのショーランナーと一つのドクターがなんか同じ区切りになるんだけど、うん、結構、まあ、モファットとか、ね、ラッセルとかと、まあ、ちょっといろいろ違うテイストだと思うんだけど、そのチブナルのこのチャプターっていうか、うん、は
なんてその引き込まれるっていうか、なんかその要素、好きな要素はやっぱりあるのかな。そうですね、結構。まあでもなんか、まあ、チブナルの要素っていう考えだとちょっとあんまり浮かばないですけど、まあでもなんかこの例えば13代目ドクターのエピソードの中でなんかこの、うん、結構差別の問題を扱ってた印象もあって、うんうん、でそこは結構引き込まれた印象ですよね。なんかあのローザ・パークスの回とか、うん、あの魔女狩りの回とか、うん、ああいうところで結構過去のドクターになかったようなその差別に対する話、うんうん、そういうのは結構印象に残ってるし、まあ、考えさせられる話で結構好きですね。なんかねこれが多分あの一つね結構ねその押してまあ押してたんだよね。確かになんかそういう話題っていうか、うん、あとそのまあ日本人から見てどう見えるかわからないけどイギリス人なんかその人種の問題もねあのなんていうの、うん、そのあの差別、うん、なんていうのなんていうんだあのドクターの、まあ、人種っていうか今までずっと白人だったんじゃないですか、うん、で、そうですね、13代目ドクターで初めて女性にはなった、うん、あのじゃあそのうち、まあ、違う人種のドクターも出てくるんじゃないとかっていう話で、まあ、実際ね、うん、来年、うん、まあ、今年なのか来年なのか、うんうん、ね、シューティーで、まあ、その黒人が初めてドクターをになるんだけど、コンパニオンもね、新シリーズ、旧シリーズではもうずっと白人、ね、ドクターが白人男性。まあ、コンパニオンが白人、うん、まあ大体女性男性もいたけど、うん、やっぱそういうダイバーシティが少ない、まあ、時代ね、テレビのそのねいろいろそういう時代だったけど、まあ新シリーズになって、うん、まあそういうのがもっとダイバーシティインクルーシブっていうの、うんうん、に、まあ、なってるんだけど、特にその多分13代目ドクターのから、まあ、コンパニオンもね、うん、ライアンと、誰、グレアム。グレアムと、名前、どや、ヤズ、ヤズミ。ヤズ、ヤズ、ヤズ。そう、インド人と、うんうん、まあ、黒人と、まあ、まあ本当にね、そのダイバーシティが増えた感じだよね。そうですね、確かに。ね。だから、結構イギリスで、まあ、まあ、チビダルがそういうのをもう、まあ、わざとって言ったらあれだけど、まあ、うん、本当にそういう、話の中だけじゃなくて、そのライターさんも、なんかその、脚本ね、ライターも、なんかその、うんとか監督とか意識してそのなんか女性を使ったりとか、まあ、うん、いろいろそういうのを推してるらしい。そうですね、確かにシーズン12でも、うん、最初の方ですよね、スパイフォールとその次のエピソードも結構女性活躍するシーンもありましたし、まあ、うんうん、まあ、マスターもね結局、まあ、インド系じゃないですか。そうですね、確かに新しいね、なんか、うんうんうん、なんかそういうの多分もしかして日本人から見てそのなんか人種ってどうなんかそのどこまでこう目立つかわからないけど、うん、うん、なんか本当にねそういう意味ではダイバーシティは増えたんだなって思う。そうですね、確かに。うん、でだから10でシーズン、まあ、そのさっき言ってたロザ・パークスとかその魔女狩りとか、うん、そのシーズン 11だね。そうか、11です。そうですね、そうシーズン11はなんか多分わざとあんまりそういう過去ドクターのその過去とかあんまりこうのそのなんていうのつながりが少ない
シーズンだったと思うんだけど、いきなりシーズン12でバーってなんか急になんかその、まあいろいろ出てきたんじゃないですか。そうですね。なんかそのタイムレスチャイルドだったりとかさ、うんうん、数的にはそのシーズン、た結構シーズン11は結構単独で、まあ、つながりが少ない。で、シーズン12、13がまた、元通りっていうか、そのドクターの過去とか、うん、どっちが好きだったりする？ああ、でも、難しいですね。結構僕、どっちも好きで、その、シーズン11みたいに、まあ、一個一個区切りで話終わってって、そんなにその、ドクター自身とか、ドクターの過去について触れないっていうのも、うん、別にそれはそれでよかったし、やっぱそのライアンとグレアムとヤズがシーズン11から加わったから、やっぱなんかその最初にそんなに描かれなくても全然違和感はなかったですけどね。シーズン12で初めて、あ、確かシーズン12ですよね。あのみんなにタイムロードだって打ち上げたの。そう、そうそうそう。ですよね。だから全然、そうです。そういうのは良くて、まあドクターのそのタイムレスチャイルドっていうのは結構、こう大きく出たなっていう印象ですね。そういう大きな設定持ってくるんだっていうのはありましたけど、逆に、そのタイムレスチャイルドだって12でシーズン12で分かって、まあ、シーズン13でも、そのタイムレスチャイルドに関する話ありましたけど、ね、逆に今後その、まあ、シューティーとか、また帰ってくるテナントのドクターで、そこをどう描いていくかっていうのが、楽しみになってきましたね。なんかね、タイムレスチャイルドを受け付けられない人もファンもいるんと思う、うんうん、数的には OK そういう話、なんかそういうなんかそこまで持っていかれたのドクターのその今までのことがもう全部嘘だったとかっていう、うん、ファンとしてそれはなんか刺激的だったのか、うん、ちょっと受け付けにくい、どっち派？ああ、でも最初は、一番最初に見たときは、ええって思ったんですけど、うん、まあでもどうだろう。でもだんだん、それを受け入れる自分がありましたね。最初はそんな、うんうん、何、ウィリアム・ハートネルよりも前に、何人も、その、別のドクターがいたのみたいな、そんな感じで、うん。まあ確かに最初はちょっと、まあ、完全に受け入れられない自分はいましたね。まあ、でも今は、うん、今はまあ、まあ、それはそれでありなのかなっていう感じですかね。うん、何ドクターだ？英語ではフューチティブドクターって言われてるけど、ああ、そうです、ね。シーズン12に出てくる、彼女は結構、まあ、面白いことに、その、まあ、女性ドクターがね、で登場して、まっすぐ過去の女性ドクター、しかも黒人っていうのが出てきて、うんまあ、それも結構、まあね、斬新っていうか、まあ結構彼女の評判はすごく割と高いと思うんだよね、なんかファンの中で。多分役者もなんかその貫禄があって、なんか好きとかって、結構フューチティブドクターは結構人気だけど、数の中ではどう、うんまあ、ちょっとしか出てないけどね。そうですね。まあ、確かにドラマでは結構少ない登場で、まあ、シーズン13でもちらっと出てきましたけど、うんまあ、でも全然好きですね。だからコミックとかオーディオも出てるって聞いてるんで、うん、いつか手出したいなと思ってます。うんうんうん、結構僕は、そうフューギティブドクター結構気になってますね。フューギティブドクターは、今日のエピソードでも、登場する、うん、らしいけど、そういうのって世の中に出てるんだっけ？確か、トレーラーに出てたんでしたっけ？なんかでも聞いてますよ、出るって。確か。うん、トレーラーには出てない。出てなかったでしたっけ？気がするけど。カズはドクターフマガジン読んで、あ、でもマガジンでも言ってないよね。どうだったかな？でもなんか話題、うん、噂はあるよね。そうですね。マガジン、ちょっと一瞬撮ってきていいですか？ちょっと、うん。なんか見たような気がするんですけど。そう、それは公表してたのか。
かちょっと忘れたけど、まあでも出てきそうだよね。なんかこれが多分やっぱタイムレスチャイルドの完、まあ、完結っていうか、この多分13倍13ナビドクターで完結する気がするんだよね、いろいろ。あ、確かに、まあそれも確かにやり方としてはありですよね。うん、なんかやっぱチブナルのアイディアじゃないですか、うん、そうですね。なんか次のそのショーランナーには持っていかれない気がする、うんうん、ラッセルはやっぱり自分の多分アイディアがあるから、うんうん、だから絶対今回もフューチティブドクターは多分最初多分最今日が最後の退場 最後の登場のな気がする、自分の中で。でも確かにだって12代目ドクターのあのハイブリッドの話あったじゃないですか。うん、あれも結局あの時だけでしたもんね、確か。そうだね、うん、そうだね、確かに。そうですね、フュージティブドクターっていうかそのタイムレスチャイルドの話は今回で確かに終わりかもしれないです。うん、なんかでも面白いのが、うん、あのまあこれがラッセルの話になっちゃうけど、はい、あのラッセルがさあ違うか、チブナルが初めてあの脚本書いたのっていつだっけ、新シリーズの あでもそっか、トーチュートで初めて関わったんだよね、チブナル。そうですね、トーチュート確かに書いてましたね。だからラッセルが、まあ、ある意味でチブナルを雇ったんだよね、そのシーズン2、うん、だからずっと前だよね、多分新シリーズのシーズン1か2ぐらいでそのの時にトーチュートができて、うん、ラッセルのアイディアだよね、うん、トーチュートっていうのが、まあ、シーズン2か、ね、シーズン2 でラッセルがトーチュートのエピソード1を書いて、ただショーランナーとしてはチブナルだったんだよね、トーチュート。うん、でだからまあまあ もちろん、まあ、仲がいいっていうか、まあ、ラッセルがチブナルを選んで、でそっからチブナルがもう結構何本か書いてるんだよね、あの、10代目ドクターならシーズン3か、あの42。ああ、そうか、あれチブナルですね、チブナル、あれが初めての、うん、まああの途中で以外でそのメインシリーズで初めて描いたのがチブナル、うん、で次が次がシーズン5かな、シーズン5でサイルリアンの話。ああ、ありましたね、サイルリアン。そう、ハングリーアースの2パートがチブナルでしょ、うん、からのシーズン7でパワーオブ3と、うんうん、ダイナソアーズオン宇宙船にあれですよね、あれもチブナルだよね、あの2話続けて2話。そうですね、確かに、そうか、あれもそうですね、うん、からのここシーズンからのシーズン11か、そうかそうか、うん、なんかえ、なんでこんな話になったんだ。チブナルがその13代目と一緒に始まって一緒に終わるからって、はいはい、はいはいはい、だからで、まあ、今未だに、まあ、結構なんかそのみんな、まあ、みんな仲いいっていうかその、ね、モファット、ね、ラッセル、チブナル、あとマーク・ゲイティスってわかる、あのななあの役者としても登場してるし、あの脚本も書いてるマーク・ゲイティス。マーク・ゲイティスって誰でしたっけ、ね、シーズン1のエピソード2、あエピソード3か、アンクワイエット、あの賑やかな死体を書いたりとか、結構いろんなの書いてる。ああ、そうかそうかそうか。あと役者としてもそのシーズン3の、うん、ラザラスエクスペリメントのラザラス役の人、うんうん、あの人ですね、うん、そうそう、だから結構みんな仲がいいんだよね、あの連中、うん、そうで、だからあのラッセルもローズのなんだ、
あの小説を書いたんじゃないですか。書きましたね。うん、その中でもそのたくさんのドクターがいる、そのなんか僕らが知ってるドクターだけじゃなくて数えきれないぐらいドクターがいるっていうのを、うん、ローズの小説の中に実はちょっと書いてるんだよね、ラッセルがチビダルのアイディアを受けて。あ、そうなんですか。そうそうそう。あの ちょっとだけ13代目ドクターも登場する、実はローズの小説に。あ、マジっすか。まあ、登場いや登場するっていうかうん、うん、もうなんか話の中でいろんなドクターが、しかもなんかなんて言ってたっけ、なんかもう本当に無限、もう数えきれない、もう男性もいれば女性もいる、なんかもういろんな人種もいる、しかもなんか人間だけじゃないっていうのもなんか書いてる、実は動物だったのか、ドクターという動物とか、なんかその車椅子を使ったドクターとかもとにかくそう、なんかいろんなドクターが。だからそれはやっぱラッセルがそのチビナルのそのタイムレスチャイルドのアイデアを受けて、うん、まあさらに広げたんだよね、実はそのローズの小説の中で。あ、そうだったんですか。僕あれまだ買うだけ買ってまだ読んでない。ああ、いやでも全然いいですよ。でも知らんかったです、それは。え、そうなんだ。そうそうそう。だから結局ね、どのライターもそのいいアイデアがあればそれを受けてなんか使う、うん、使うよね。ああ、まあでも全然いいと思いますけどね、それも。ね。うん。そうそう。だからまあね、タイムレスチャイルド、その過去のドクター、だからラッセルは多分それをなんていうの、否定して否定することはないだろうね、うん、ただどこまで触れるかっていうね、そこまでは触れないと思う。そうですね。うん、うん、まあちょっと話触れるぐらいかなと思いますけどね。うん、うんうんうん。あとね、ちょっと面白いのがそのタイムレスチャイルドについて、あのチブナル、これチブナルのインタビュー、最近のねドクターフーマガジンのインタビューの中で言ってたけど、はい、まあ自分やっぱね、まあライターさんはね、なんかそのまあやっぱ もちろん自分の人生のなんかその出来事とかいろいろ思い出とかを使ってね、うんうん、そのまあ話の中に取り入れたりすることもよくあると思うんだけど、チブナル的にはチブナルは養子らしいのね。あ、そうなんですか。そう、養子、これインタビューには言ってて、うん、でその養子のことを、まあタイムレスチャイルドも養子じゃないですか、ドクターが養子。確かにそうですね。そうだから、それがチブナルの実際のその人生経験、うん、だからまあそのなんていうの、ちょっとこう奥深いっていうか、うん、ね、あのドクターがまあ結局なんか養子って言ってもちょっと残酷な話だけど、そのね、あのいろいろ虐待されて虐待受けてね、ドクターがね、まあそのチビダルが別に全然そういう話、うん、そういうんじゃないけど、うん、でもそのね本人のその経験を使ってるのってやっぱ、まあ、そこと、あとね、がんにもなったらしいんだよね。でグレイアムがさ、そうですだからグレイアムがそのがんのこと心配とかで、グレイアムがそれがまた再発したらどうしようって言って、ドクターがうーんちょっとなんて言ったらいいかわからないっていうシーンもあるんじゃないですか。言ってました、あるんじゃないですか。そう、それもなんかチブナルの実際の人生経験だったらしいんだよね。あ、そうなんですか。それは知らんかったです。それがシーズン12でしょう。まあからの最近見た、じゃあフラックス。フラックス。フラックスはまあ一つの話じゃないですか。こうつなげて、こうワンシーズン、ワンシーズンでワンストーリーじゃないですか。そうですね、6話全部、うん、6話っていうかその後のスペシャルも絡んでるっていうか、うん、まあそうだね、結構長い話ですよね、一つの話が。まあまずフラックスはどうですか、シーズン13 うん、いやでもやっぱ好きな方、個人的には結構好きでしたよ。そのではなんか旧シリーズみたいに 4話とか6話とかで一つの話っていうのをかなり大きな枠でやったなっていう印象なんですけど、うん、まあでも全体通して結構良かった印象ですね。まあ細かいところ言ったらちょっとあれですけど、まああのどうぞ、うん、
そうだな、まあ、なんだろうな、でも全体通して、なんか話が大きかったけど、なんだろうな、一つの話なのに、いろんなところに場面が変わるのが、あれはあれでよかったなと思ってますね。なんかその、うん、結局一つのそのフラックスっていう出来事というか、その事態に対して、時代とか場所とか、そのメインの登場人物もちょっと変わったりするんで、そこは面白かったなと思ってます。ああ、うん、自分はちょっと、わけわからなくて、うん、なんだよね。なんかその途中で、そのなんか、うん、そう。なんかね、なんだろうな。ちょっとやりすぎたかなって思うんだよね、ここ。あ、例えばどこかあります？あ、ごめん、ちょっとね、説明しにくいな。なんか、あの、なんだ、アトロポスという、うん、こう、惑星に、でその、うん、なんだタイムストリームがなんかごちゃごちゃになって、このサバイバーズオブフラックスの話だから、うん、フラックスのエピソードなんだ3話4話その辺3話でしたっけ、あれは、うん、3話ですよね、うん、なんか旧シリーズでもそのなんか例えばマトリックスに入ってちょっとこう、うん、もう夢みたいなこう世界に入って、うん、なんかちょっといろんな、なんかわけわからないことが あるのは、地球シリーズでもあるんだけど、結構自分はそういうの好きな方なんだよね。なんか、はい、ただ、なんか、ちょっとで、その意図が、なんかこう、話の意図がちょっとこう、うん、なんかそう、ちょっと失ったんだよね、自分その辺、うん、あ確かに、まあでもあれも確かにいろんなその、ね、ドクターだけじゃなくてコンパニオンとか、うん、みんなのそれぞれの過去が、まあ、あと ぶっちゃけなんでこの人は登場したのかわからないのが、うん、グランドサーペントだったりとか、わ、うん、かる？グランドサーペントはキャラクターは、名前が、そう、名前とキャラクターまだ一致してなくて、グランドサーペントって、なんか悪役で、そのなんか、ああ、あのなんか人殺すときにあの、蛇使ってた人でしたね。そう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 。あ、確かにあいつよくわからなかった。そう。確かに。とか、まあ、ぶっちゃけ、あの、ケイトいるんじゃないですか。ケイト、レスブリッジ、スチュアート。まあ、うん、キャラクターとしては僕はすごく好きだけど、まあ、登場だけして特に何もしてない、うん、確かに最後の方で出てきてと、あと、まあそうですね、あとなんかマンチ違うかリバプールの下に町の下にトンネルを掘っているなんかおっちゃん、トンネル掘ってるトンネルをこうトンネル作ってるなんかおっちゃんいたんじゃないですか。トンネル作ってるおっさんいましたっけ、誰？19世紀ぐらいのなんかおっちゃん。あ、確かにあの人もちょっとよくわかんなかった。ちょっとよくわかんない。確かにそうです。確かにそう、いたある昔の人がなんかちょこちょこ出てきて、そうそう。でなぜかなんかこう巻き込まれるんだけど、うん、なんかその視野がね、幅がなんかスケール感とかその視野が広いのは自分は全然いいと思うんだけど、うん、みたいな、ちょっと、もうちょっと絞ってほしかった。そうですね、確かに。いろんな登場人物いましたけど。ね、その限られた時間の中で6話じゃないですか。普通のシーズンよりね、短い。うん、だったらもうちょっとこう絞ってほしかったな、なんかフラックス。うん、キャラクターとか。うんうん、で、だから、あの、ヴィンダー。ヴィンダー、まあ、ヴィンダーも別に、うん、まあ、いてもよかったけど、いなくてもよかった気もする。ヴィンダーの彼女がもう本当に何っていう。なんかもっとさ、なんか、でもまた登場するらしいんだよね、今日、あの二人。多分。あ、まあ、ヴィンダーは絶対登場する。もうね、トレーラーに出てるし。う
出てました、だから面白い展開があればいいなってすごく思う、あの二人。そうですね、確かにビンダーの彼女、ただフラックスの中では、うん、登場した意味って本当に思う、うん、ね、まあわかんないね、今日、うん、ね、今日の放送で、ね、そうです、今日の放送で、うん、何、なんか彼女がさ、タマゴッチみたいなの持ってたんでなんかありましたね、タマゴッチみたいなあれってお腹にいる赤ちゃんの感情が出てるとかじゃないですよね、確かそうだよね、いやいや、そういうことだよ、ね、そういうことです、あ、そういうことですよね、だからそう、まあ、結局産んだんだっけ、いや、まだお腹の中にいるはず、ま、だからもしかしたら生まれてきてるか、なんかこう出産間近か、うん、ちょっとわかんないですけど、なんかね、なんか一個そのあのなんだ、ティオリーってなんだ、あの説、一つね、その説が上がったのが、うん、ビンダーとあの彼女がドクターの親じゃないかっていう、うん、あ、そういうことですか、で、その卵血が実はそのお腹の中にいるのがドクターとかっていう説は一回上がったんだよね、うん、そのフラックスの放送の時でも結局なんか全くそのタイムレスチャイルド、まあ今の時点では全く、まあ、関係ない二人だよね、人物、そうですね、見てる感じとてもドクターの親になる人とは思えないですね、ねえ、うん、だからまたビンダーが登場して、またなんかそのタイムレスチャイルズ何かつながりがあるのか、まあ、結局何もない感じで終わるのか、うん、うん、でも結構彼女のシーンあったじゃないですか、なんかその頃一歩みたいな感じで結構ありましたよね、だから、うん、もっとなんか盛り上がると思ってたな、いや逆にこのパワーオブザドクター、まあ、ないしはその後の話で、うん、なんかその、まあ、あの2人とか生まれてくる子供が何かしらの形で出てこないとあれだけの時間使った意味がなくなっちゃうんで、ね、さすがに、いやちょっと僕はそこを逆に期待してますよ、生まれてくるたまごっちの子供がどうなるか非常に気になってますよ、そうね、そうね、まあでも、まあ、まあでもそうですね、うん、でも全体通してだ今日のパワーオブザドクターまでが、まあ、ある意味そのシーズン13のって考えたらいいよね、うん、うん、そうだね、だからまだねその判断できないとこがあるよね、うん、しかもまあつながりとしてはそのジョンだっけ、あ、ジョン・ビショップってそれ役者の名前か、あれジョン、あ、ジョン、あ、ジョンがやってるのがダン、ダンか、ダン、ダンはもうパワーオブザドクターで多分最後じゃない、あのヤズも多分パワーオブザドクターで最後じゃない、うん、あの2人がそうですよね、もう発表あったんでしたっけ、役者さんがもうそこで終わりってだね、そうだね、一応まあそうだね、最後で、まあ、発表してるね、うん、あ、ダンはなんかダンの彼女みたいな人もいるんじゃないですか、ああ、なんか、どっかで電話してましたけど、あれもなんかダンの彼女が急になんかすごい頭良くなった気がするんだよね、なんかフラックスの途中で確かに最初誘拐されてそっからそっからなんか変ななんかどこでもないなんかダイメンションに連れて行かれてそこですごい頭良くなって、うん、うん、まあだから彼女も出てくるんですよ、うん、ダンの彼女も出てくると思う、うん、出てくる、発表してるのかわからないけど、うん、そう、まあダンだから、じゃあちょっとその予測っていうの、うん、数の予測、じゃあ死ぬ、じゃあダンは死ぬのか死なないのか、ハッピーエンドなのかどう思う？いやーこれ難しいな、いや、あの正直、いや、どうだろう、でも死んでほしくないな、いや、まあハッピーエンドで終わってほしいですけど、だからその僕のシーズン13の印象ってなんか新シリーズの中で一番人死んでるシーズンだと思ってるんで、どれどれ、あのシーズン13がなんか結構人死にませんでした、そうだっけ、シーズン、いや、なんか例えばなんかソンターランの回でダンが見てる目の前で一般市民虐殺したりとか、
ああ。あとなんだっけ、なんかあの、チューバッカみたいな犬のエイリアンいたじゃないですか。はいはいはい。あいつの種族も結局みんな殺されちゃったんでしたよね、確か。あ、そうだよね。そういう意味では、チブダルは結構残酷だよね。そうですよ。ラッセルとチブダルはそういうの結構リアルで死ん、殺してる、うん。モファットはそういうの少ないな。うん、モファットは少なかったです。だから結局、ドクターの、うん、里親というか、あの、ドクター見つけた人も死んだし、あの、そうだよね、嘆きの天使で、なんか2回過去に飛ばされて死んだ人もいたじゃないですか。うんうんうん。だからなんかその見ててなんかやたら人死ぬなと思ってたんで。なんかね、うん、あのこれは自分まあチブナル自分ぶっちゃけライターとしては好きじゃないけど、あのでも一つ要素として好きなのが、うん、死んだらマジで死ぬとこが好き。うん、なあ。だからグレイアムの彼女グレイアムの奥さんか。グレアムの奥さんも1話最初の回で死ぬんじゃないですか、うん、そうですね死にました、ね、でまあ思い出の中ねなんかそのファンタジーみたいな感じで出てまた登場するけどでも絶対死んでるじゃないですか、うん、そういうもう死んでからのそういう悲しさとかまあ、うん、あのやっぱりもう二度とは会えないとかっていうそういうリアルなそういう感じは自分の中では好き、うん、チブダルのそういうのそういう描き方あなんかモファストがどうしてもなんかそのまあラッセルもって言ったらあれかもしれないけど、うん、なんかローリーが何回死んでも復活するし確かになんかクララも結局は最後は死ぬけどでも結局ね死ぬね死ぬ寸前の前に結局別のなんか人生ができたみたいな。ああ、なんかヤリフレに戻るまでは大丈夫みたいな話。そうそう。と、まあ、あれもそうじゃないですか。ビルも結局死んだけど結局なんか。ああ、ヘザーと一緒の。そう、ヘザーと一緒に旅していく。なんか、うん、モフェットはなんか殺せないよね。なんか好きなキャラクター。うんうん、でもチブダルは、チブダルは。もうずっともシーズン2、ガチで死ぬんじゃないですか。うんうん、死にましたね、年子と。ね応援しました。ね、だからそういう、そういう、なんだ、自信っていうか、殺す自信があるチブダルが自分は結構好きだから、なんか今回もガチで、まあ、ガチで死んでほしいな。ジャズかダンかあでも僕逆にダンは生き残ってヤズは死ぬんじゃないかと思ってます、ね、あその予告編で見ただけですけどなんかヤズって言って、うん、ドクターが再生する瞬間みたいな感じのシーンあったじゃないですか予告編、うんうんうん、これだからなんかヤズがピンチに陥ってる状況下でドクターが再生するみたいな展開はちょっと考えてますけど、うん、なんかねでもね、うん、あとトレーラーかな写真かななんかその潜在写真とか、うんうん、潜在写真っていうの、はい、写真でマスターがヤズのちっちゃいなんかこう死体を持っているっていう写真もあるよね。マジっすか、それ知らなかったらちょっと。そうなんですか。それ雑誌の中にあるのか、ただそのウェブサイトで公表したのか、うんうん、だから死ぬっていうのを結構こう、うんそういうふうに思わせている状態なんだよね、今。うん、うん。あのマスターって、ああいう武器を持ってるんじゃないですか。なんか、あの、人を小さくして殺すみたいな。そうそうそう。うん、それをヤズに使ってるっぽいよね。あただ、そっから、でもそこまで、写真でそこまで見せるのって、結局はでも死なないんじゃないかなって思うね、やっぱ。なあ。まあ確かに、だってあのローンサイバーマン、あいつも結局小さくされたけど、うんうん、結局復活してるよね。うん。そう、だから、死んだりはしないんじゃないかな。でも、だったらどういうふうに終わるんだろうっていう感じだよね、ヤズ、本当に。いや、でも、だって、レジェンド・オブ・シー・デビルで、振られたというかなんかそういう展開あったじゃないですかドクターとヤズ、うん、まあその自分たちのこと向き合って話して、うん、その後の話だからどうなんすかねまあ
いや、死ぬんじゃないかな、どうかな。いや、死んで終わり。どうだね、でもね、ね、なんか、うん、これもね、面白い話だけど、その、ヤズはまあ、ゲイじゃないですか。まあ、ゲイっていうか、まあ、ドクターが、もう、その、なんていうの、性的な子ね。うん、まあ、ヤズは自分のことはよくね、多分、ドクターで初めて女性を好きになったっていう感じじゃないですか。まあ、ガチで好きになったのは多分、初めて。うんうん、なこう感じじゃないですか。そうですね。わかんないけど、うん、なんかビル、あ、聞こえてます？今一瞬。もしもし。もしもし、聞こえてます？あ、ごめん、なんか一瞬切れた。うん。あ、なんかビルはもう自信を持ってゲイじゃないですか、LGBT じゃないですか。ヤズはドクターで初めて気づいたっぽいですか。なんかそんな感じでしたよね。なんかあれ聞こえる？あ、聞こえてますよ。あれ？もしもーし。もしもーし。あれ？聞こえなくなっちゃった。あれ？あ、聞こえてますよ、ティムさん。聞こえてます？ちょっと待ってください。回線が悪いんか。もしもーし。もしもーし。ごめんね。あ、いえいえ。そう。あーやーずだからなんかね、これ LG、 まあ自分もね LGBT として言うんだけど、 LGBT のその、うん、まあドラマとかの中で LGBT のキャラクターって最近は違うかもしれないけど、うん、昔はいつもなんかその幸せになれないというこう傾向が強かったんだよね。なんかいろんなドラマね、いろんなテレビ、いろんな映画だからで幸せになれないし最終的に死ぬことも多いっていう、うん、なんかこう LGBT のキャラクターというその批判っていうか、なんかいろんなメディアに対しての批判があるんだけど、だからマジでヤズが結局で、ね、うん、もう LGBT、まあ、女性好きになって LGBT キャラクターとして、うん、もうねメインキャラクターとしているのに、うん、最終的には死んだら、うん、もうものすごい、ね、まあ、残念っていうか残念。いや、そうか、そう考えると生き残ってほしいけど、だけどクライマックスとしては死んだ方が衝撃的でちょっと実は自分はそれを期待してる、うん、あ、まあそうですね、まあでもまあ、まあ、ヤズが死ぬのは、うん、期待してるっちゃ期待してますけどいやなんかね、もう泣きたいよね、うん、なんか最後だからそのなんていうの、うん、うまい なんかこう方法を使って結局生きてるのってちょっとモファットっぽすぎて嫌だ、うん、いや確かに、そうもうチブナルらしく、そうそうそう、殺すか、殺すかもうちょっとなんか、ね、そう、そこをちゃんと最後までやってほしい、うん、なあ、ね、確かに、あ、ショーさんがBury your gaze という呪いですねって。そう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 、そういうこと。コメント。ああ、コメント来てました。そう、うん、ゲイのキャラクターは最後は生まれる。あの、うん、うま、うん、お、う、え、埋められる。埋められる。という呪い。なるほど。ゲイのキャラクターもそうだし、あとね、その、うん、なんだ、黒人もよく埋められる。なんかいろんなドラマで、そういうのも、まあ、結局ヤズも、まあ、白人じゃないから、そのなんか白人じゃないキャラクターとしても生き残ってほしいっていうのもあるんだけど、うん、難しいです ね。確かにそうやって言われちゃうとちょっと生き残ってほしいけど、ね、でもやっぱストーリーが一番だから、うん、その独自のストーリーが一番だから、うん、そうだな、うん、でもね、死んで、ジャズが死んだらさ、ドクターも再生して、うん、ジャズを悔やむはずじゃないですか、うんうん、だからまあでもこれもね、そのどうなるかわからないけどね、13代目から次のドクター、まず誰になるかわからないし、テナントになるのか、ね、シューティーになるのか、あとそのなんか今回の再生は今までと違う感じとかっていう風に雑誌でも言ってるんだよね、うん、なんか新シリーズではもうずっとターディスの中じゃないですか。あ、確かになんか変なバイオポットみたいなとこ入れられてますし、ね、まあそうそう、そこで、うん、でも多分それは本当の再生のシーンじゃないと思うんだよね、トレーラーでは
なんかそう見せてるけど、うん、なんかマス、あの誰だ、マスターのサシャディサシャの役者いるんじゃない、サシャ、はい、ディワン、ディワン、サシャのインタビューでは言ってるんだけど、多分サシャのインタビューだったかな、なんか大きな滝の上で撮影したっぽい、滝の上って言ってるんだよね。なんか大きな、まあそういう撮影、まあ現場なのか、なんかそういうのをいか、なんか、あの、描写してるらしいんだけど、それがなんか最後の戦いになるんじゃないって、なんかこうファンの中では言われてるんだけど、で、最後はなんかマスターとドクターが2人で滝の上から、飛び降りて、うん、それが再生、最後、まあそこが再生のシーンじゃないかって、なんかファン の説がある、うん、なるほど、確かに、それがそれはそれでありです、ね、それが、シャーロック・ホームズもなんか最後の最後でそういうシーンがあるらしいんだけど、そのなんか小説、シャーロック・ホームズの小説、なんか聞いたことあるかも。そうだから、それをちょっと意識して、ドクターとマスターがそれ、そういう、そういうなんか次はどうなるんだっていう、そういう感じで終わるんじゃないかなとかっていう説、うんうん、だからもしかして再生のシーンはないとか、なんか、あ、うん、なるほど、そっから例えばね、そっから例えば500年とか1000年とか経って、うん、でいきなり次のドクター、ね、次のシリーズ、 次のスペシャルで次のドクター、そういうやり方がさ、そしたらもうまあ、ヤズも十分悔やんで、ね、立ち直って次のドクターとかって、うん、そういうのもありだよね。そうですね、確かにそれもありですね。うん、そうか、まあ、そうですね、それもありですね。13代目とサッチャマスターの対決、ちょっと滝の上で決闘してほしいですね。そう。なんか、この間、試写会があったらしいんだよね、そのこの、あのパワーオブザドクター、うん、その時にはまああのマスコミとかも見たらしいんだけど、最後のシーンは誰は、うん、あのカットされてたらしい。あ、そうなんですか。そう、だから実際試写会なのにカットして、そうそう、試写会でも最後のシーンはカットされてるらしいから、うん、実際誰もまだ知らない、どういうふうに終わるのか、そのレビューを書く人とかも、その雑誌とか、誰もまだ知らない、うん、あ、そうなんすか。それはまたなんか新しいですね、なんかねえ、だから誰、うん、どうつながっていくか、そもそもつながるのか、その次のテナントなのかシューティーなのか、誰もまだ知らない。確かに。でも60周年でデイビッド・テナントとキャサリン・テイト帰ってくるからは確実にそうだけど、うん、どこまでつながるのかっていうのはまだ知らないな、うんうん、そうですね、確かに。ちょっとご、ね、まあちょっとパウソドクターの話になっちゃったけど、でもちょっと一回巻き戻して、フラックスが終わってからのスペシャルの数の印象、うんうん、あ、もうなんか、まあ、イブ・オブ・ザ・ダーレックは、その、コロナ禍の中でうまく撮影するための、すごい工夫だったなと思ってますね。ね、いや、あの、タイムループ、あれが、うんうん、あれうまかったですね、結構。だって人も、もう、登場人物って、ドクターたち、ドクターとダンとヤズと、あとはそこの貸し倉庫のあの2人。そうだね。で、ダーレック、数体。の女の子は自分個人的に結構好きだったな。うん、なんかあの、彼女って結構、あの、なんだ、コメディアンなんだよね。ちょっと最近のキャサリン・テイトみたいな人らしいんだよね。うん、なんかドラマも、だから役者もやっていて、でもコメディが強い、うん、そういうスタンドアップコメディとか、多分そういうの結構上手い人で、なんか彼女のその演技とか、なんか雰囲気は好きだったな。あ、確かに僕もそうですね、言われてみればどこかドナに近いところを感じるような、ねえ、ちょっとね、ちょっと、ね、ちょっと確かに、ただ、うん、彼女のこと好きな、うん、男の人は、はい、気持ち悪くて、あれストーカーじゃないですか。ストーカー
まあ、あれガチでストーカーでそういう人をそういうなんかそういうなんかこう明るい感じで描写していいのかとかって本当に思う。あの二人って最後結局最後なんかまあ付き合い始めるじゃないですか。そんな感じでしたよね。なんかそういうのって書いていいのかな。なんかストーカーは頑張れば付き合えるとかっていう、うん、なんかそうなあ確かにそう言われると、まあ、大丈夫かチブダルって思う。まあなんかこうどうなんですかね。なんかそう言われると難しいな。でもなんか昔の彼女のものが燃やされて嬉しいとかってなんかわけわかんないこと言ってたし、ねえ、うん、ちょっとあれシリアルあのもう連続殺人者に近い感じの一歩手前じゃないですか彼。そうですね、確かにあれはちょっと怪しいなと思った、うん、ちょっとだからなんか完全にその今まで誰とも付き合ったことなくて、うん、その貸し倉庫の女の人がもうガチで好きで最後日の目を見るとかだったら全然ありだと思いますけど、まあ、うん、ねえ、そうではないですもんね。確かにそう、あれはちょっとね、なんだろう、チブナル流のブラックジョークなのか。どうなのね、うん、まあからのまあねスペシャルだけど、まあちょっとねコロナの影響でなんか結構規模を小さくしなくちゃいけなかったらしいんだよね、うんうんうん、まあでも確かにそれはもう明らかでしたけど、まあ でも全然良かったですけどね。まあね確かに、うん、からの C デビル、 C デビルはどうですか最近見たと思うけど。 C デビルはそうですね、まあでもどうだろう、やっぱりドクターとヤズの関係性でも頭いっぱいで、正直あんまり C デビルとかその出てきた女海賊とかあんまり個人的にはあんまりちょっとそんなに印象深く残ってないっていうのが正直なところですね。やっぱりドクターとヤズ、サズミが結構大きかったから、むしろ僕はそこのシーンだけを期待して見てたって今思えば、そういう感じでしたね。なんかね、Cデビルは多分 Q シリーズのファンとしてはね、すごい期待してたと思うんでね。その登場するサイルリアンが登場してね、新シリーズで登場して、 C デベルはまだ登場してなくて、すごい多分、ね、ことまた復活してほしいっていう旧シリーズファンは多かった。まあ結局 C デベル自体その復活は自分も、なんだろうな、なんかその昔のモンスターが新シリーズで登場する楽しみが毎回やっぱりあるんだよね。どこまでこうなんていうの、レベルアップしてね、その例えば特殊メイクだったりとか、あの昔のね旧シリーズではちょっとしょぼかったけど、新シリーズになってすごいかっこよくなったとかっていうとこも、まあ、結構あるんだよね。やっぱダーレクもそうだし、サイバーマン、ソンタランね、サイルリアン、まあいろいろね。C デベルはその特、まあ、特殊メイクじゃないけど、なんだその マスクを使って、ね、役者がやってるけど、マスクがまあ綺麗には作ってるけど、結局なんか CG で操ってる感じだよね。そのなんか目とか口とか。ああ、確かにそうです。言ってることわかる？あ、わかりますわかります。そこが、まあ、ちょっとリアル感が、ちょっと少なかったのがちょっと残念。そのなんていうの、メイキング的な面としてね見てはまあでもしょうがないかな。でもこのエピソードはね、なんか、まあ、もちろんチブナルがアンチの人が、まあどのね、どのねモファットもラセルも多分アンチもいると思うんだけど、チブナルのアンチも少なくはないと思う、チブナルのこの枠の中で最悪なエピソードだった気がするんだよね。なんか C レベル。なんだろうな。なんかその監督も、なんかその作ってるなんか編集の仕方とか、なんかごちゃごちゃしてて、
全然なんかこううまくつながってなくて、なんか結構なんか最後なんかカットされた、なんか実際その60分とか50分だったはずのエピソードが結局45分ぐらいになったとかな、なんか短いよね割とスペシャルの割には。確かになんかちょっと短めでした、ね、うん、なんかせだからね、これまあファンこれはもう説だけど結構なんか制作側で大きな失敗があったんじゃないかなとかって思ってるファンもいる。ああ、それでカットしなきゃいけなくなったってこと。そうで、なんか短くなってちょっと全然つながりがなんかうまく流れなんかうまくなくて、うんうんうん、ちょっと自分もなんかうまくなんか説明できないけど、ちょっとなんかあったんじゃないって思う、なんかあのエピソードーもっといいエピソードに なれたはずだけど、うんうん、確かになんか確かに よくわからんかったとこもあって、なんかでっかい生き物出てきたじゃないですか、なんか、うんうんうん、あれに何だったかな、ターディスが飲み込まれたんでしたっけ、なんか そいつに飲み込まれたはずなのに、うんうんうん、なんか急に場面が変わってドクターたちも無事みたいな。そう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 、なんかね、なんかありましたよね。編集がうまくできてない、まあ頑張ってこうつなげた感じがする。うん、確かにそこは確かに違和感あったな。それは本当に残念。なんか今までドクター、今まで新シリーズってまあいろいろ言えるけど、うん、編集の仕方とかそのなんかは割といいと思うんだよね。なんかその話を分かりやすくこう、うん、こうつなげる、まあ編集してるけど、今回はちょっと何があったんだろうって思うんだよ。確かに。せっかくの旧シリーズからの敵キャラとか、うん、こうあんまり今まで海賊とかって正直そんななかったじゃないですか。あんまりシーズン6で、まああれだよね、まあありましたけど。ブラックスポットぐらいだよね。うん。だからいろいろ要素としては結構いい要素があるんですけど。そうね。いや自分もね、その中国の海賊とかって結構ね、うん、実際になんか存在したらしいし、そのなんか女性のなんか中国の海賊。ああ。実在してたらしいんだよね。あの、はい、マダムなんちゃら。マダムなんちゃら。あ、名前がちょっと。そうそう。そう、だから要素としてはね、うん、いろいろ面白そうだったけど。まあ、あと残念な話、うん、視聴率最低だよね。新シリーズの中で一番視聴率も低くて、残念。うん、ああ、視聴率も低かったんですね。うん、一番低いな。まあもちろん視聴率の話がね、まあテレビもどんどん変わってきてて、あの、うん、その生放送を見る人もどんどん少なくなってきている中、まあやっぱり一番少なくて残念ってね、うん、なんか盛り上がってほしいのにね、なんかその、うん、ドクターの最後のね、13代目ドクターの最後らへんとか盛り上がってほしいのに全然盛り上がらなくて残念。うん、そうですね。レジェンド・オブ・シー・デビル以降、まあ前も話がありましたけど、結局そのジョディ関係の話がほぼ出てなかったですもんね。そう。なんかね、うん、BBC がちょっとね、もう諦め、もう今回に対してはちょっと諦め出していける感じがするんだよね。まあ逆に60周年に向けて多分いろいろ準備してると思うけど、うん、うん、ね、なんかすごい、シグナルのファンとか13代目ドクターのファンとかにしてはすごいひどいよね、うん、そうですね。前もなんかで一緒に話しましたけど、確かに、ね、グッズもそんなに、フィギュアがそんなに出てないんでしたっけ。フィギュアも出てないし、うんうん、まあ、今回のだから BBC の100周年スペシャルとしてパワー・ザ・ドクターは、まあ、やっとね名前が分かってやっとトレーラーも出たけど、うんうん、でもまあこれ現地の情報としては、うん、あの、うん、全然、まあまあちょっとね、雑誌のそのテレビ雑誌ってあるのね、イギリスで、はい、なんだろう、その毎週出る今週のテレビみたいな、こう
2週間か、はい、なんかそういう雑誌、まあ、日本でもあると思うんだけど、なんだスポニチじゃないけど、なんかありますよね、そういうなんかこう新聞的な雑誌的なそういうの表紙には載っているんだよね、一応パワーザドクター。ああ、そうなんですか、ね、そう、ジョディとか。だからまあ少しはね、あの、うん、推してはいるんだけど、もっと推してほしかったな、うん、って感じ。確かにそうですよね。だってタイトルも放送する日もめっちゃ遅かったですもんね、うん、出るの。最後の最後の最後までどうなってるのっていう、うんね、2週間前でしたっけ、あれいろいろ出たのね、うん、そうだね、うん、まあでもパワーズドクターに他にじゃあ期待できるのは、ね、まあ自分の中ではやっぱりエースとティーガンだな。あ、そうですね、確かにそうですね。コンパニオンが2人帰ってきますもんね。ティーガンはこの間ロコポリスの2話見て、うんうん、どう思った、どう思いました、カズ。そうですね、まあでも、まあ、あんま、まあ、ティーガン、あれですよね、最初車で乗ってて、うん、空港向かってたら止まっちゃって、で、そこからターディスに乗ったって話でしたもんね、確か。うんうん、そうだね。まあそこまでね、うん、いろいろ。でも、うん、強めのキャラクターなんだよね、最初からティーガンは。声も大きいし、ね、なんかちょっとヒステリアちょっとヒステリアな面もあるけど、うん、うん、確かにそこは感じましたね。うん、でもあのそういうまああとまあそのなんだちょっとなんだ下品っていうわけじゃないけど、うん、これちょっとねいろいろ難しいな。オーストラリア人なんだよね、ティーガンは。はい、でなんかオーストラリア人が多分イギリス人から見てこれちょっと差別的な話かもしれないけど。うんうん、なんかねうるさいというイメージが、うん、昔は多分あったと思うんだよね。特にこれ80年代の話じゃないですか。 なんかちょっと下品でなんかうるさいっていうもうだから自分もティーガンも自分のことを、うん、いや私はだってもう歩く口だからねとかってなんかこうセリフの中にもあるんだけど、ロゴブリスじゃないんだけど、うん、後からなんかそういうのは どっかで出てくるんだよね。だから自分でも口うるさいっていうのも自分でも分かってるっていうね。だからそういうキャラクターだからちょっとねコンパニオンにしては面白いんだよね、なんか旧シリーズのコンパニオンとして、うん、ねとエース、まあエースは自分が一番旧シリーズで、うん、まあ、ある意味であサラ・ジェイとか、まあ、大好きだけど、その実際に放送してたね、自分が子供の時に放送してたし、うん、シーズン24の最後から25、26、自分が子供の時に見てたコンパニオンだから、うん、まあやっぱり大好き、うん、大好きだよね、うん、そうですね、そこはもうずっとそういう話でしたもんね。ねえ、うんうん、でも2人ともなんか元気なキャラクターっていう印象だから。そうだね、エースも結構アクション要素強くて、今回もなんかその宣材写真とかでも、うん、なんか昔の衣装を着て昔のジャケットを着て、あ、見ました、野球のね、野球のバットで誰かをやっつけに行くのか、うん、なんかそういうシーンもあるらしくて結構楽しみだな、うん、なんかエースのちょっとアクションヘロインのシーン、うんうん、そうですね、確かにもうエースと言ったらアクションですからね。まあ、予告編でもなんか 銃乱射するシーンとかありましたけど。あ、そうだね、そうだね、うん、あのティーガンと一緒に撃ってましたよね、確か、うん、ただね、ティーガンの面白いのがティーガンの終わりの方だけど、5代目ドクターとティーガン長いんだよね、ティーガンは4代目の最後から5代目の最後らへんまでずっといて、うん、で最後は結構残酷な話でダーレックの話でたくさん殺されて、多分旧シリーズの中で一番残酷なエピソードでレザレクション・オブ・ダーレック、 あのダブロスが出てくる話、ね、そう、あれ見てるんだっけカズ。いや、あれはまだ見てないです。見てないか、うん、うん、あれはティーガンの最後の話で、うん、終わり方も面白いんだよね、ティーガン。実はなんかもう周りにそのたくさん人が殺されすぎて、もう飽きた、なんかもう無理とかっていう感じで終わるんだよね。ドクターとのお別れのシーンが、はい、もうこんな人生私はもう無理って言って、うん、もう逃げていく
ていう感じで終わるのね、あ、そうなんですか。そうそう、結構ねショッキングな、こう、うん、あのお別れのシーンなんだよね、ティーガンは。そうなんですか。そうだから、そっからの今のティーガン、まあトレーラーの中でもあのエースとなんか電話で話してるシーンあるんじゃないですか。私も40年もドクターに会ってないからねって言って、でエースが、うん、私だって30年だからねって言って、うん、なんかそこ そのシーンは自分の中でそう結構楽しみだよね。どうつなげるか。そうですよね、確かに。だからエースはその、まあ、ターディスを降りるシーンっていうか、ドクターと別れするシーンがなくて、でティーガンはそういう終わり方だから。そう、ティーガンはしっかりね、そのもう もう飽きて、なんかもうドクターのせいに して、ドクター、そうな、いや、自分もなんか久しく見てないからちょっと覚えてないけど、なんか結構残酷なエピソードで、もう飽きてちょっと、だからあのなんか新シリーズでもそのそういうのを結構ドクターが周りもう、周りがもう人しか死ん、ね、死ぬばかりっていう、こう、そういう、そういう人、そういうキャラクター、まあ、そういうレジェンドみたいな感じになってるんじゃないですか。特に、こう、モファットの、なんか、モファットってそういうレジェンド性が強いんだよね。なんか、ねえ、なんか、パンドリカとか、なんか、あの辺とか、なんか、まあ、ちょっと、もう、神様に近いじゃないですか、なんか、そうですね。なんか近く、人が近づけばもうそういう、ね、そういうのばっかりで。うん、ね、まあ、ヤズも大丈夫かっていう。いやー、ヤズは危ないな。非常に危ない。あ、っていうかね、まあ、うん、じゃあ、例えば、なんかもう誰かが死ぬとして、例えばエースが死ぬとかティーガンが死ぬだったら自分マジで泣くかもしれない。あ、いや確かその可能性もあるのか。その方が多分もしかして可能性高いかもしれない。いやそれはちょっと荒れそうですね。またそれはそれ でありそう。ありそうで怖い。まあ、まあ、確かに、うん、生き残るな。エースが死ぬとかってうわーどうしよう。エース死んだらもうティムさん立ち直れないじゃないですか、それも。いや本当だよ。それは自分の子供の思い出がとか。いやいや、それ僕らからしたらローズ死ぬのと一緒ですからね。そうだよね。いやでも確かに、だってそのこの間のアドリック、エイドリック、アドリックアドリック、アドリックも死んじゃうし、まあビルだって殺されたし、まあ、最後生き返りましたけど、で、まあ、死んでるコンパニオンは確かにいるから、だそれが今の現行の 新シリーズのコンパニオンとは限らないですからね。その確かに、確かに、まあ、罠があるかもしれない。いやなんかね、でもね、ライターとして旧シリーズのコンパニオン一人殺すのはすごいいいアイディアだよね。ライターとしては、まあまあまあ、まあ、アイディアとしてはまあ、それは我々からしたらもうね、レジェンドのキャラクターだから一人死んだらあれですけど、でも確かにエースちょっと暴走して最後なんか巻き込まれて死ぬとか普通にありそうだな。怖いな。ありそう。いやもう今ティムさんに言われるまで全くそんなこと考えもしなかった。自分も考えてなかった実は。なんかみんな、いやみんなファンがさ、自分もなんかそういうのも全然見てなくて、うん、みんな大体ヤズがどうなるのか、まあ、ヤズが死ぬのかとか、そういう話に持っていかれてるけど、うん、うおー、ティーガン、エース、いやいや、ミシェルさん、コメントで、ドクターだけで勘弁してくださいって書いてますよ。ドクターだけで勘弁してください。そう、まあ、再生ってなんかもう、ある意味、今のドクター。死ぬっていうか、まあね、まあ、そういうニュアンスがあるからもねえ。そんなことしたらチブなら一生フービアンから憎まれそう。憎まれそう。確かに。
でもね、意外とチブダルはそういう、なんていうの、あのタイムレスチャイルドもそうだけど、これは絶対、あの、アンチが作って、理解しながら、あの、インタビューでも言ってるけど、ちょっと前のドクター・フーマガジンで、それでも結局ライターはもう自分がやりたいことをやるしかないから、タイムレスチャイルドを、まあ、自信を持って描いた、描写したとかというふうに、言ってるから、あの、嫌われてもやると思うんだよね、チブナルは。本当にやりたいならやる。嫌われるからやらないっていうような人じゃないと思う、チブナルは。そこは、そこは尊敬する。うん。確かに。いやー。想像してたらもうどうなるのか分かんなくなってきた ね, ね確かに。いや あとね、これ噂なんだけど、はい、パワー・ザ・ドクター、旧シリーズドクターも登場する。あ、マジっすか。噂もある。噂、うん、え、それはなんか どういう噂なんですか、その純粋に。うん、あの、どういう経緯かちょっとわからないけど、うん、何かを証拠があるっていうわけでもない、もう本当の噂だけなんだけど、いいなんか5代目ドクターとか7代目ドクターが567あの辺が何かの形で登場するんじゃないっていう噂。ほう、でも全然ありですけどね。だって、まだ生きてるし、みんなっていうか、5代目からは。あ、4代目からか、まあ、生きてるし、うん、まあ現役だよね。あの役者としても現役だし。うん、ねえ、何か、うん、あのね、特に自分の中では7代目が、まだ、まあ今70ぐらいで、なんか最近 DVD、ブルーレイのボックスセットのなんか、あの、うん、どれだ、シーズン24のブルーレイのボックスセットのトレーラー、うん、なんかあのトレーラーで、あのちょっと登場するんだよね、あの7代目ドクターが、はい、あのちゃんと衣装着てね。あ、そうなんですね。そうそう、あるある、あの結構面白いんだよね。あの今さ、その旧シリーズのブルーレイのボックスセットずっと出してるんじゃないですか、この 2,3 年。はい、それぞれのボックスセットの専用こう撮影したトレーラーがあって、結構面白いんだよね。そのもうちょっとしたこう本当にストーリーがあるトレーラーを作ってるんだよね、毎回。そうなんですか。それは知らんかったです。そう、シーズン24がメルっていうコンパニオン、6代目から7代目のコンパニオン、メル、はいはい、赤毛のメルが、なんか、メルが登場して最後に7代目ドクターが登場するとか、あとシーズン26も、エースが、大人になったエースが、ビジネスマンのエースが、ビジネスウーマンのエースが、あの、登場して最後に7代目ドクターが登場するとかっていう、そういうのを作ってるんだよね。絶対見た方がいい。あー、これ今ちょっと YouTube 調べたら、あ、本当だ、メル出てきた。本当だ。これ、そうそう。でもそう考えたらあれじゃないですか、なんかエースの回想シーンでなんか7代目ドクターが出てくるとか、ちょっとありそう。何かあるかもしれない、うんうん、確かに。ただティーガンが、まあ、4代目5代目だから、トム・ベイカーとかそっちの昔のドクター確かに出てきた、うん、トム・ベイカーはさすがにでももう年すぎても出ないと思うんだけど、まあ、うん、ね、ピーター・デイビソンとか。ピーター・デイビソンは全然あり、うん。トム・ベイカー結構痩せましたもんね、前と比べて。最近激痩せしてるよね。ちょっと怖いよね。うん、もう90歳近いし。うん、ねえ。いやー、でも熱いっすね、それは。旧シリーズのドクター出てきたら熱いっす。そうだね、本当に。だって、結局、50周年でトム・ベイカーは登場したけど、うん、まあちょっとうまいあれだよね、4代目ドクターじゃないんじゃないですか、キュレーターって言って、うん、将来のドクターなのかっていう感じで出てくるんじゃないですか。そうですね。だからある意味でそのなんか
旧シリーズドクターが登場したのがもうあそこだけだよね。五代目ドクターが一瞬あのテナントとトアリスに住んで、うんうんうん、ね、そんぐらいだよね。そうですね、過去のドクターは、うん、そうですね。ね、あとは初代ドクターも一応出てきは、あ、まあね、でも役者も変わってるし、うんうんうん、ね、そうだね。そうか、まあただね、うん、忙しすぎるなんかもうパワーザドクターっていろんな要素がありすぎて確かに、もうティーガン、エース、うん、ケイト、アシャット、うん、マスター、うん、ウィンダー、うん、あれも登場するらしいんだよね。誰だコンパニオン、ダンの前のおじさん。グレアム？グレアムも登場するらしい。あ、そうなんですか、グレアムも。へえ。そう、だからもう登場人物が多すぎて確かにここだけでちゃんと話つながるかっていうのがちょっと怖い確かにグレアムまで今7人出て、でそこからヤズ、ダンで、ドクターの再生、うん、そう、ドクターの再生、ダーレックも出てくるし、うん、サイバーマンも出てくるし、うんうん、マスターも出てくるでしょ。もうちょっと、うん、まあ1時間あるけどさ、1時間きっかり1時間でしたっけ。そう、ぴったり1時間半。ああ、1時間半。ああ、まあ、そんだけあれいけるか。ああ、でも確かに、そうか、まあ、マスター、ダーレク、サイバーマン、これが、だってこの、だってマスターもダーレクもサイバーマンも各シーズン、誰かがそのフィナーレの敵じゃないですか。ねえ。それみんな出しちゃうんだもんな。ねえ。うん、だシーズン13は、そういう意味ではまたその新しい要素がありましたよね。だからそのダーレクとかサイバーマンも超脇役だったじゃないですか。そうだね。今まで関係ない、あのなんか骸骨みたいなエイリアンだとか、フラックスだとか、ソンターランとかが頭飾ってたから、うん、で逆にどう出てくるかっていうのが楽しみです。楽しみ、自分は怖いの方が大きい。なんか、うん、うまくいかなそう、うまくいかなさそうでちょっと怖い。まあ期待はしてる、まあね、期待はしてる。たまごっちも出てくるのかな。あのたまごっち生まれるのか、生まれてくる子供が大体誰なのか。いやでもあんだけ引っ張ったから何かあるはずなんですよ。ねえ、だって結構ありましたよ。だっていやなんかまあ全然いいんですけど、そのもし仮にこの後何もなかったとしても全然いいですけど、だってあのビンダーの彼女だけでまあまあ冒険のシーンあったから。いやまあまああったよね。あったよね。いや、うん。卵ビシェルがやるなよ。でも確かにあいつは自分の性癖に正直な男。これ何の話これチブナルじゃないですか。あの、なんかコンパニオンを殺す。ああ。時じゃないですか、これ。ねえ。ねえ。そうそう、ビシェルさん。出せばいいというものじゃないぞって書いてます。確かに。こんだけたくさんのキャラクターを、まあ、出せばいいというものじゃないんで、あのちゃんと。まとめることが重要ですから。はい、これ読めない。台風。あ、これ大風呂式ってなんか。おお、読めなかった。大風呂式。大風呂式。そうそう、そう。おお、勉強になる。まとめられるの？でね、チブなる。そうそう。そこが彼に課せられた最重要ミッションですよ。これ。こんなにいっぱい。うん。The power of こけし、心配のが大きい、わかる。心配のが大きい。心配、ね。1時間半か。今日ちょっと仕事休もうかな。ちょっとね、こんなに話したらやっぱね、ちょっと見たくなった、生で。いや、休んで大丈夫なんですか。はぁ。
まあ、ちょっと確かにちょっと今体調がいやどうしようかな。まあでもなんか日本も待たなくちゃいけないから自分も待てばいい。まあそうです ね, ね確かに。でもイギリスの人で一人ぐらいいそうじゃないですか。なんかいやドクターフーミラカンからちょっとうまいこと。あいや全然いると思う、うん、いや全然いると思ういや逆に前もって、うん、あの職場に今日は休みますってね、うん、フービアンも全然、うんうん、少なくはないと思う。そうです僕も仕事休みにしてきたんでで仕事休みにしたけど明日中に配信されんかったら僕仕事休んでみなくなっちゃいますけどね。仕事休んだ休みにしました。もうあのまあ本当は代休も溜まってたんでちょうどよかったんですけどもう休みにして正座してみようと思ってちょっとすごい見れなきゃあれですけど、まあ、いやまあちょっと将来のあのこれからの話もしてもいいですか。あいいですよ全然。60周年とかその、うん、なんか、まあ、ニュースっていうか噂っていうか、まあ、何もオフィシャルがないけど、うん、でもラッセルが何かのインタビュー何かのトークで最近なんだ新進シリーズの話はしてるけど知ってる、うん、いやまだ内容はあまり詳しくは、うん、なんかねシーズン2の話をしてる。あそうなんですかシーズン2のっていうのが、はい、新進シリーズのシーズン2の話。あーってことはつまりシーズン 10?15?、うん、まあ、新シリーズのシーズン2新シーズン、うん、まあ去年やってたのがシーズン13で、ね、ちらっとそういうのをトークの中で出たから、うん、ちょっとねみんな盛り上がっだよね。なんかそのラッセルがまず60周年でまあ3つのスペシャルっぽい、ね、うん、3つのスペシャルがあるっぽい。ああそれもまだ噂の段階。まあ噂でも結構証拠もある。なんかその撮影現場で、うん、なんだクラッパーボードってわかる、カチッってやるそのシーンの始まりシーンの最初、あのパシャってやるやつ、パシャってるやつ。あれの、あれに、スペシャルエピソード、なんかそこ、なんだ、ハッシュマーク1、ハッシュマーク2、ハッシュマーク3とかっていうのを、1と3はもう目撃されてる。なるほど。そう、だから、スペシャルは3つあるらしくて、うん、からの、まあ、それがシーズン、それがまあスペシャルとして考えて、そっから、シューティーのシーズン1がある、うん、そっからラッセルが最近ちらっと話したのがシューティーのシーズン2の話なのか、うん、まあシューティーなのかわからないけど、うん、まあこの新シリーズのシーズン2の話をちらっとしてるから、うん、まあ嬉しいよね、うん、なんかちゃんと BBC がその、まあ、ドクターフーをなんていうのずっと応援していく、まあ作っていく、うん、あのからちょっと安心だよね。なんかそうですね、確かにそうやって先のことが話に出てるっていうのは、そう、しかもラッセルもその60周年だけやってまた次別の人に譲るのかっていうねのもありだったんだけど、うんうん、いやラッセルはもうしっかり何年間のプランがあるっていうのもすごく安心する、うんうん、そうですね、うん、結構先の話もちょこちょこ出てるんですね。まあそこ そうだね。シーズン、確かにシーズン2とは言ってる、ラッセルが。その、シューティーなのか、まあ新シリーズの、そう。それは嬉しいよね。あと、一つ面白いのが、まあこれが新シリーズのシーズン1なのか、うん、あの、メルが復活するらしい。マジっすか？そう。メール。という噂。おお。で、メールってね、実は、旧シリーズにしては結構嫌われコンパニオンだったのね。あ、そうなんですか。そう。アドリックもそうなんだけど。
ああ、確かアトリックは前そうやって言ってましたよね。うん。ベルも、結構嫌われてる方なんだよね。いや、そうなんですか。メルは知らない、見てないよね。映像ではまだ見たことないですね。でもなんか、うん、あの 本で知ってるって感じですね。なんか、ラニが化けた人とか、なんかそういう話は聞いてますけど、あコンパニオじゃねえわ、タイムロードのラニがメルに化けたとか、そういう話はちょこちょこ聞いてますけど。なんかね、メルが、うん、メルの面白いのが、あの、キャラクターとしては、まあ、いまいちで、うん、ただ、役者が、その女優、あのそのボニー・ラングフォードっていう人がイギリスではすごく有名なパーソナリティなんだよね。あの、はい、ミュージカルもよくやる、ま、ミュージカル、ま、その歌も歌うし踊りも踊るし、うん、そのもうガチのなんていうの大御所、うん、ま、女優っていうか俳優っていうか、うん、そういう人なのね。はい、でイギリスでは認知度がすごく高い方なのね。コンパニオンの中でそのなんていうのドクター・フーだけじゃなくていろんなドラマとかいろんなあの仕事をしてる、もう本当に大御所なのね、うん、まあ、特に今になって、うん、でもねドクター・フーやってた時もあの有名な人だった。実は割と有名、認知度の高い女優だったの、うん、珍しく、うん、コンパニオンって大体有名じゃない人がコンパニオンで有名になるんだよね。そうですね、確かにそういう旧シリーズはね、まあ、あの、まあ新シリーズでもそうか、割とキャサリン・テイトはちょっと例外だけど、でもそう、だから メルが、あ、っていうかボニー・ランクフォード、メルは嫌われてるけど、ボニー・ランクフォードが、まあすごく有名で、あの、なんか、まあ、ラッセルがメルを、なんだ、なんか、旧シリーズではあんまりうまく描かれなかったけど、ラッセルなら、まあ、サラ・ジェインみたいな感じで、うん、なんていうの、もっとこう奥深いこうキャラクターをつけて、ね、深さをつけて、まあ、キャラクターのリハビリをしてくれるんじゃないってい う, こう、うん、期待がある。なるほど、うん、まあ、でもそれもありだと思いますけどね。この新シリーズになって再び旧シリーズのコンパニオンにメインの焦点当てるのもいいと思いますけどね。うん、なんかまあ面白い。なんかベルの特徴は、特徴というかキャラクターは、あれ、IT が強い、プログラマーの人だったんだよね。なぜか。そう、そういう、ただ、話の中には全然あんまり出てこなかったけど、はい、実はそういう人だったから、なんか、まあ、現代の地球でも、そういう、もしかして、もう、スティーブ・ジョブズみたいな人になってるのかわからないんだけど。あ、それ面白いですね、確かに。ね。うんうん。知らないけど。うん、ショーが、あ、メルの中の人がイギリスでは人気ですかね。メルが嫌われているので、戻ってきたら変だと思っていたけど、それならわかる。うん。そうそう、役者が多分最も認知度高いかもしれない、旧シリーズで。うん。そう、だから全然戻ってきてもおかしくない。サラ・ジェインは逆に、まあ、前世紀のね、ドクター・フー4代目ですごく有名になったけど、うん、その後は別にそこまで活躍はしてないんだよね。その、エリザベス・スレイデン。スレイデン。うん、スレイデン。そう。メルぐらいだよね。もうだから、うん、ティーガンとかもだって、ティーガンじゃないわ。ジャネット・フィールディングも、うん、ドクター・フーから終わって、もう一回役者辞めてるんだよね。役者のエージェントになったんだよね。あ、そうなんですか。そう。で、ソフィー・オールドレッドって言って、エースも、うん、なんかね、子供用のテレビ、なんかの、なんだ、アンカーマン的なやつをやったり、あとなんかその漫画のキャラクターの声優には、うん、そうなったりはしてるけど、でもメルはもう本当に、うん、有名。だから戻ってきてもおかしくない、うん、そういう意味で。うん、なるほど。ね、
ミシェルがメルとドナは少し似てる気がしますね。ああ、そう、ああ、そうね。あ、そう、キャサリン・テイトは、これ、ね、うん、シーズン、まあ、あれでしょ、スペシャルで出てきて、からのシーズン4。うん、あれは結構すごい、やっぱ、ラッセルのその、なんだ、話題性を作るのが上手っていうとこで、うん、あの当時、キャサリン・テイトはすっごくも熱い、あのコメディアンだったから、うんうん、あんな人がドクター・フーに入るのってすげえなーって、絶対ドクター・フーファンじゃない人がキャサリン・テイトが好きだからたくさんシーズン4を見たと思うんだよね。あ、うん、ラッセルってそういうの本当うまいんだよね。うん、そうですね。まさかスペシャルで今回もだってシューティーをはい、ドクターにするのもさすがラッセルと思った熱い、ね、もう本当に今の売れっ子、うんうんうん、ねを使う度胸、まあ、度胸っていうかなんていうのかな、まあ、うん、あ、なんていうのかな、いや、まあ、そういう人をアプローチする度胸っていうか、うんうん、やるもいい、ね、それでいいと思います、うん、そうそうそうですね、まさかシューティーガットっていうか、まあ役者さんは知ってるけど名前は知らないみたいな感じでしたけど、でもそうびっくりしました、うん、本当にあの、うんうんうん、セックスエデュケーションで見てたんで、あ、ミシェルが旧シリーズにおけるキャサリン・テイト的な立ち位置なのかな、うん、なんか難しいね、なんかメルが出てきた6代目ドクター7代目ドクター、あの時ドクター・フーの人も最低の時期だったよね、視聴率的とかなんかいろいろ、あの、一番もう最後の方で本当に残念な話、誰も見てなくて、なんかすごい株が下がってた時期だから、はい、あのメルがね出てもまあ一瞬、ああ、あの役者がドクターフーやるかっていうのは、まあ、あった、うん、当時はあっただろうけど、うん、ちょっとそのシリーズ自体がすごい株下がってた時期だから、ちょっとそういう意味ではちょっとカセンテイトとは違うけど、あ、でもまあでもそうだね、そう似てなくはない、うん、つなが、うん、そうだね、うん、確かに、すげえ なんかね、目撃された、あ、そう、今回これからのスペシャルの撮影、うん、あったんじゃないですか、なんかいろいろロンドン市内とか、まあ、あちこちありましたね、ありました、ね、この夏、うん、そこで目撃されたらしいんだよね、メル、あのそのボニー・ラングフォードって言ってただなんか後ろ姿だし、うんうん、ドナーなのかそのキャスリン・テイトなのかメルなのか分からないし、あ、それっぽい人がファンに目撃されてる、うん、うんうん、のと、うん、あの、まあ、外での撮影だからセリフもちらっと聞こえたらしくて、うん、ドナーがドクターに、うん、テナントに、うん、え、メルはっていうセリフがあったらしい。ねえ、どうなってんですかね、それ。でもそう、だからあのメルなのかっていう。うん、うん、ああ、まあそうかそうか。だからスペシャルにも登場するのか、全然まだはね、知らないけど。いや全然関係ないメルなのか、ね、うんうんうん、わかんないけど、うん、まあでも別にドナが知っててもおかしい話ではないですからね、そのまあね、ドクタードナとしてまた一瞬戻るなら別にね、うんうん、うわちょっとスペシャルでもちょっとスペシャルな話はいくらでもそうねできるけど、うん、でもまずはちょっとパワーザドクター、パウザドクター期待しましょう。そうですね。本当に皆さん、うん、ミシェルさん、ショウさん、ザ・パワー・オブ・コケシさん、うん、みんなで期待しましょう。そうですね。ドクター・バードックさんも。うん。いやー、これがね、日本で見れないのが本当に。確かにあれですけどね。だって、ザ・デイ・オブ・ザ・ドクターって結構な国で放送されましたよね、確か。まあ、当然日本はその時も入ってなかったですけど。
なんかいろんな当然入ってなかったってすごく寂しいよね。寂しいけど本当に入ってなかったんですよあの時。ねえ。だっていろんななんか僕も覚えてるの2012年くらいかなんかにニュースが出て、でそこから50周年のやつやるんだってなって、うん、いろいろ見てましたけど、なんかそういろんな国で放送されます、うん。日本入ってねえしみたいな。ねえ。うん。そうさ寂しい話ですけど。まあ今、まあ、どうなんですか、日本のドクター・フーも、だ結局、Hulu とかで配信されたのが20年だから、もう2年前の話ですよ。だ結局、そうそう、アマプラのね、プライムからも外されたし。ねえ。いや、本当、今後日本語に、まあ、前みたいに何年も待てば来るんなら全然いいですけど。ああね。いや、それでも待つの嫌だけど、まあ。全く来なかったら、もう、ファックだよね。そうっすね。いや、本当に、本当それですよ。来なかったら。来なかったらファックだね、本当に。ミシェルが、ジュディガードナーね、プロデューサーのジュディガードナー、あの、うん、ラッセルと一緒にね、プロデュースしたジュディガードナー、誰かがランチの時にキャサリン・テイトに冗談で、もしよかったらまたドクター・フーに出てくださいって言ったら、本当に出る出るってキャサリン・テイトが言ったんですよね。そうそうだね、うん、そう RTD もびっくりして、当時考えてたキャラクターを殺してドナにしたっていう、なんかね殺したっていうかあれだよね、あのシーズン4のさ、うん、最初の回でさ、ドナが復活するじゃない、パートナーズインクライム、そうパートナーズインクライムの時に、うん、あの記者のジャーナリストのペニーっていうなんか脇役いるんじゃないですか。あの人ペニーって言うんですか。そう、ペニーが最初はラッセルはペニーをコンパニオンにしようと思ってたらしいんだよね。ああ、まあでもなってもおかしくない感じですもん、ね。そう。うんうんうん。ただ作ってる途中で、まあキャサリン・テイトがまたとね登場してくれるってなって、うんうん、まあいろいろ話をね。変えてペニーが結局あの一瞬のなんかちょっとコメディ、うん、コメディっぽいこうね存在になったけど、本当はペニーがシーズン4のメインコンパニオンになる予定だったらしいんだよね。あそうなんだ。あじゃあ結局アストリッドは違ったんだ。そう、まあ最初の段階でそれが全部変わって、うん、そうドナがメインになったけど、うん、ペニーというなんかジャーナリストというコンパニオンね、うん、そういう別のタイムラインがあったんだよね。なるほど。それはそれで面白いですけどね。まあね、うん、まあ確かになんか想像できるよね。だってパートナーズインクライムってドナがジャーナリストっぽいことしてるんじゃない。うんうんうん。だからやっぱ置き換えられてる確かに感じはもするよね。なんか本当はペニーがやる、まあ実際に2人ともやってたよね、ドナとペニーが同じことをやってましたね。ねえ、だから元の話では多分ドナなしでペニーがドナのことをやっていたんだろうね。でドクターに出会って連れて行かれるっていうのが元の話だったらしいんだよね。うん。それはそれで見てみたいな。いやでもやっぱドナがいい、やっぱね。そうですね。60周年は日本でもやりますよ。元礼。これことだまってどういう意味？なんて言うんだろう、その言葉に宿る不思議なパワーみたいな、そんな感じですかね。ああ、なんか魔法みたいな感じ。
違うか。そうです、ね。まあ、魔法っていうか、そうですね。魔法っていうか、そういう神秘的なニュアンスですね。うん、言霊、もういろいろ勉強になるな。すいません、ね。いやいやいや。自分の勝手な勉強になって。いやいやいや。待っても来なかったら、発狂してしまいます。ね、ベナさん。ね、うん。ねえ、そうですね、なんかできないかな。ねえ、これがね。そうです、そうです。ペニーガーター、この間の、ポッドキャストに出てきましたね。あ、そうなの？ポッドキャストって何でしたっけ？ポッドキャストってあれ？ああ、リダクテッドってやつ？そうだ、結局まだ。自分それ聞いてないんだよね。後ろの3は聞けてないや、そういえば。おぉ。そうだ。ペニーが出てきた。同じ役者なのかな？へぇ。いや、わかんない。ペニーガーター。すごいね。もし、同じ役者だったら。違うのかな、うん、言ったらかなーって言われてる日本の、あ、ごめん、そう。名神。ああ、読めた。言霊。60周年は日本でもやりますよ。やります。やります。うん、ショウさん、ライターズテールによると、シーズン4ではアドナじゃなくてペニーだったら、ドクターと声に落ちるつもりもあったと。さすが、ラッセル・T・デイビス。なるほど。ライターズテール。どうだろうね。どうだろうね。なんかそのコンパニオンがドクターを好きになるっていうのが、まあ、ローズが初めてで、うん、ドクターも好きだった。は、まあ、からのマーサーが片思いからのドナが全く興味ない、うんうん、からのエイミーが、まあ、ちょっとなんかありましたっていうか、まあ、ちっちゃい時のちっちゃい時の、まあ、これがモファットのちょっとあれだよね、うん、ちょっと難しいとこよく出てくる。子供がドクターに性的な興味を持つみたいな、そのリバーソングもそうだけど、あ、まあ、ちょっとごちゃっとしてる。その子供なのか大人なのか、うん、子供のそのね、こうヒーロー、大人になってそれが性的な興味に湧くみたいなの、ちょっとモファットの難しいとこ。最近のね、うん、シリーズでもタイムトラベラーズワイフっていうテレビドラマ、ストリーミング、なんだったかな、うん、なんか数ヶ月前に放送っていうかストリーミングに出たんだけど、知ってる？いや、それはタイムトラベラーズ。モファットが、もともと小説で、タイムトラベラーズワイフっていう、うん、タイムトラベラーの奥さんっていう小説があって、それをモファットがシリーズ化した今年。あ、そうなんですか、タイムトラベルズ。結局でもシーズン1で終わっちゃった。でも、それがリバーソングのインスピレーションの、マジでインスピレーションの小説らしいのね。そのなんか、そう、タイムトラベラーと人間が、こう、出会う、出会いがごちゃごちゃになってっていうのが元の小説。あ、これかな、なんか、日本語になってるのかな、うん、君が僕を見つけた日ってなってる。The Time Traveler's Wife。これ見てみよう、これ。あ、自分もね、見てなくて、ただ、今回もそのなんだ、その大人が、うん、だから奥さん、好きだった奥さんを子供の時に、子供の時にも会う。その難しさ、うん、その性的な、大人なのか子供なのか、その性的な難しさが、ちょっと、うん、問題点なんだよね。もうなんかこう、もかったら。エイミーもそうだし、クララもそうじゃない。ああ、確かに。クララも結局なんかドクターが、ちょっとそれなんだ、ちょっと怖い人、なんかその、怖い人の としても 読める。なんかその、子供を、うん、子供、ね、子供がみんなドクターのこと好きになるみたいな。うん、難しいな、本当にその辺。うんうん、まあ多分、なんていうの、考えすぎ。
多分モパットはそういうつもりは全くないけど、うん、ただそういうふうに読める。確かに。まあでも読めちゃいますね。うん。そう。ライターズテールによると、シーズン4では、ドナじゃなくて、ペニーだったらドクターと、あ、ごめん、それさっき見た。あ、これがディダクテッドです。すいません、ネタバレで。うん、うん。全然大丈夫。違う役者さんで、ああ、そっかそっか。なるほどね。うん、確かに、リダクテッドはなんか、あれはあれで良かったですよ。なんか、あの、昔のキャラクターとか、昔のドクター風であった出来事とか、そういうのが話題として取り上げられてて、あれはあれで面白い。けど、全部聞いてない。うんうんうん、ちょっとまた聞いときます、それは。ペニーと声に落ちる話だったんだ。ライターステール、うん、あ、それ、もう忘れてた。ライターステール、まだ読めてない。やばいですよ。もう本溜まっていく一方、もうちょっと仕事20年ぐらい休んで全部ドクター風に費やしたいぐらい。じゃあそうするしかないよね。ダメ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 し、生活できなくなっちゃう。いやだって、うん、まあ前も言いましたけど、コミックも溜まってるし、小説も溜まってるし、ちょっと、いろいろ溜まってます。なんか、あの、GoFundMe って知ってる？なんかその、あの、お金を募金する、あれみたい、うん。例えば、最近、なんか Facebook とかでも、なんか、あの、世界旅をするので、ちょっとお金募金しますみたいな、友達にみんな言って、そんな感じで数が、ちょっとドクター風の溜まってるのを全部見ますから、お願いしますって言って、で、あの、家族だったり、うん、あの友達だったり、まあ、Twitter での友達とかもみんなね、うん、ね、クラウドファイティングじゃないけど。1000円ちょっとあれか。みんなね、あの、寄付したら、数どんぐらい見れるのか。仕事休んで。いやいやいや、なかなか厳しいですよ、世の中は。そう、いやいや、まあちょっとずつやってきますけど、うん、ねえ、でもいろいろいいですね。こんないろんな話出てきて面白いですね。いや、すごいね、結構話したね、いろいろ、うん、でも 2時間経つ、早っ。ねえ、ティムさん、これ仕事は大丈夫なんですか？何時からです？あ、夜から。あ、夜から。あ、じゃあ、うん、じゃあっていうかも、ああ、ミシェルさんがこれまた、ライターズテールの日本語にしたやつあげてくれてます、ね。え？あ、日本語、え、何これ？これ多分翻訳ですかね。翻訳ソフトでやったやつですか、ね。ああ、なるほど。すごい、うん。恋するドクターをもう一度書きたいと思ってます。いいっすね。へえ、面白いね、うん。そう、あ、でもそう、さっきの話、だからその、旧シリーズではそのはっきりとは言ってないけど、そのまあ、結構なんかサラ・ジェーンが本当に好きだったのか、多分旧シリーズでは別にそれは意識して描写はしなかったけど、うん、ラッセルがサラ・ジェーンの話をちょっとこううまくこう変えたっていうか、うん、実は好きだったっていう設定を変えたのが、うん、嫌いなファンが嫌いなんだよね、特に厳しいファン。うん、いや、サラ・ジェーンとドクターはそういう関係じゃないっていう、結構旧シリーズファンはそういう人が多いと思う。ドクターはそういう性的なとかロマンティックなそういう人じゃないというのは強い、多いからね。うん、でもサラ・ジェーンが、まあ、これ僕の考えですけど、うん、あのサラ・ジェーンが K9 と出会った時に、その自分はドクターから送られてきたものですみたいな感じで挨拶するときに、サラジェンの顔が完全に恋する乙女みたいになってて、うん、あれはあれで僕は好きでした。ああ、あそこで、ね、なんか言うよね。あ、ドクター、you didn't forget みたいなこと言うよね。そう。で、あの、少年が、え、ドクターって誰みたいな感じで、なんか聞いて。確かに。でも、まあ、ああいうのってさ、うん、ああいうのってすごく面白いね。旧シリーズではセリフにはなってないことを、そのなんていうの、キャラクターのその内面、うん、セリフにはなってない
話にもなってないけど、役者がそのね、振る舞い、ね、役者の演技でやっぱ奥深くするしかないことが多かったんだよね昔、うんうんうん、昔はそういう人間ドラマの要素がすごい少ないシリーズだったから、うん、だからでね、そのだからエリザベスとそのトム・ベイカーがセリフにはなってないけど、うん、なんかすごい深さをつけてくれた。まあやっぱアリザベス・レイダーは自分はもう役者としてもう女優としてすごく好きなんだよね、うんうんうん、なんか愛おし、なんだ、なんか、うん、もうほんと好き、うんうん、だから、まあ、それをラッセルがね、もう見てもうそれを広げたんだよね、新シリーズで、うんうん、ねえ、ね、いいですね、うん、だからコンパニオンがね、旧シリーズコンパニオン、サラ・ジェインが、まあね、すごい、もう自分のシリーズも持って大活躍したけど、うん、まあ、ジョー・グラントもね、うん、サラ・ジェイン・アドベンチャーズの中で登場して、出てきましたね。ね、からの今回はティーガンとエース、からのメル、うん、もしかしてね、メルも、うん。ね、面白いね、なんか、うん、ここまでさ、なんかその新シリーズと旧シリーズがここまで一緒になると思わなかったな、本当に。自分個人的にね、その新シリーズが出た時に、うんうんうん、まあラッセルも最初はあんまりにも旧シリーズの要素をたくさん入れちゃうと新しいファンがつかなくなる、もうわけわからなくて、うん、だからあんまりね、意識してそこまでで、ね、多くは入れなかったけど、まあ、確かにちょっと危ないとこなんだよね、うん、だから今回のエースとティーガンも、うん、もうだから13代目ドクターしか知らない子供とかもいるんじゃないですか。そうですね、もう年数的にそうですよ ね、だからああいう子たちが見ても、まあ、楽しめるね、風に書かなくちゃいけないから、それがチブならできんのかっていう、うん、ねえ、そうですよ ね、 ねそうそうそう、だからただ出しただけで終わりじゃなくて、こう初めましての、特に僕ら日本人、日本のフービアンなんかはもう旧シリーズ知らない人が圧倒的に多いんで、そうだよね、うん、僕も正直そんなめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんで、うんうんうん、うん、だからそうですね、どううまく出させるかですよね。ねえ、うん、そうだよね。いやー、ちょっと楽しみだな。今日寝れるかな、これが。日本の時間だと明日なんで。僕もどうしようかな。今日仕事夜中に終わるから、もう見れるのかな、iPlayer。多分もうすぐ見れるだろうね、放送してから。うん、だから帰ってみるか。うんうん、それで初めてじゃあリアクションを、ネタバレなしのリアクションをツイッターに書こうかな。あ、う、あ、ん、いいですね。ちょっと変な日本語かもしれないけど。いやいやいや、ちょっとうまいこと、それはぜひ載せてほしいです。僕もなんか載せようかな、それ、うん、ネタバレにならない。どうしようかな。マジファックとかって書いたらいいんだろう。一体何があるんだって。もうそんぐらいしか書けないよね。いやでも本当一言しか書けないですよね、正直。え、嘘とか。うん、いやでもティムさんが本当にファックって書いたらええー、ってなっちゃう。いやだからもうティムさんがファックって書くのはもうエースが死んだか、あとはなんかもう予想もつかない展開が起こってとても受け入れられないことになるか、ね、どっちかですよ。まあいいファックはいい意味も持つからね。ああまあまあ確かに全然ね、協調でね、ファークみたいな、なんかすげえみたいなのもあるから。うんうん、ね、ローズとセラジェーンを The Mrs. and the X にしたんだね。確かにあのローズが今の奥さん、セラが、うん、まあね、元奥さんっていう設定にしたんだよね、ある意味でね、うん、今カノと元カノみたいなね、そうそう、うん、RTD って
恋愛のっていうか、やたら恋愛要素入れますよね。うん、そうだね。確かに。うん、確かに。まあ、これもね、これから、次のその、なんていうの、あの、まあ、期待っていうか、ロス、なんか、ラッセルが多分ライターとしてどんどん、うん、あの、自信も持ってきたっていうか、もう今多分全盛期だよね、ラッセルの全盛期。いろんなドラマ、うん、いろんな賞をもらって、いろんな、ね、評価もされて、あと、まあ、これもね、そのラッセルが LGBT としてその要素もどんどんそのダイバーシティとか LGBT 要素とかも入れてきてるから、ドラマとかもこの間作った、うん、この間っていうか去年あのドラマなんだなんだ It's a scene It's a scene It's a scene とかも、うん、まあ、そのゲイのもう意識してその LGBT の役者さんも全部 LGBTだったらしいのね。だからそういう大きなこう展開っていうか、その制作の面でもそういうのもしようとしてるから、うん、だからシューティー選んだのもやっぱり、まあ、シューティーは、まあ、ゲイとか LGBT は自覚はしてないけど、まあ、おそらくそうだし、なんかその、うん、ドクターフーの話でも、まあ、チブナルはもちろんね、このあのサーズミンとかでそのね、うん、まあ、女性同士の恋愛も少し描いてるけど、なんか今度シューティーもなんかやっぱ同性愛の要素も入れる気もするんだよね、ラッセル今回は。ああ、なんかちらっと噂聞きましたけど、もうあれドクター史上初のその男性を好きになるドクターってもう決まってるんでしたっけ、なんかそういう話を聞いた気がする。いや、それが、うん、なんだそれがあのスペシャルにゲスト登場する、うん、役者名前忘れた、大御所アメリカ人の役者、あのトイメーカーという役をやるんじゃないか、あの人ですね、パトリック、あの人が何かのインタビューで、アメリカのテレビのインタビューで、うん、ゲイのドクターっていうようなこう発言をしてるんだけど、それが実際どういうことなのかまだ誰も分かってない。ラッセルは何も言ってない。ああ、そうか、ラッセルは何も言ってないのか。そうだから、ドクターがまあ、今回のだからシューティーのドクターは男性が好き、うん、ということを言ってるのか、うん、それともまあ役者が LGBT だからドクターがまあいわゆるゲイなのか、ちょっとその辺がわからないけど、うん、でもまあね、そうまあそうなんかね、自分の中で、まあ、自分は LGBT だからだけじゃなくて、ドクターってある意味で一番柔軟性があるっていうか、その宇宙人だし、もうそもそも体も変えられるし、もうだったら別に人種でも性別でもセクシャリティでも全部変わってもいい、もう一番最適なキャラクターじゃないですか、ある意味で。ある意味で、うんうんうん、あのいろんなメディア、いろんなね、ヒーローとかいろんなね、その人とあの比べても、ある意味で一番何でもできる。だからそういう意味ではやってもいいと思うんだよね。そうですね。確かに。なんかいきなりさ、他の普通の人間の何かの、まあなんだ、まあマーベルとかでも、いきなりスーパーマンが男が好きとかってだったらちょっとね。うん。え？みたいなのがね、あるかもしれないけど、ドクターだったらまあ何でもいけるよね、ある意味で。そうですね、確かに。ねえ。うん、ああそうだ、翔さんこれだ、ニール・パトリック・ハリス、そう、うん、そう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 、トイメーカー、そうだね、イエス・アンド・イエスもそうだね、確かに、うん、あ、何良かったか悪かったかだけでも教えてください。えっ、あれじゃないですか、あのパワー・オブ・ザ・ドクターの感想をツイートする。あ、そうね、うん、確かに、まあ、個人的にね、そう、個人的にどうだったか、うん、そうだね。一緒に、Years and Years っていうドラマもね、そうだよね、そう。ああ、それまたしてる。役者も結構、まあ、結構使ったりとかね。うん、と、ショーが、それに、ハートストッパーのトランス女性の役者も60周年に登場してね、うん。確かに、それも大きい、なんかもう、やっぱり、さすがラッセルと思う。うん、
まあ彼女も好きだよね。なんかあのハートストッパーって見たよね。見ました見ました。あれ良かったです ね、うん、あれは良かった。そのハートストッパーが好きなあのね若者たちをドクター風に引きつけるさすが、うん、もうマジでセックスエデュケーションとかハートストップとか今でももう今で一番熱いドラマじゃないですか多分。そうですね、まあ、その辺のドラマ、うん、いや楽しみ、うん、楽しみ。そう特にハートストッパーのあの子なんてローズの役、ローズっていう名前の役だったか、ねね、それがどなの子供なのか子供なのか、うん、だから年数的には別に子供でもおかしくないですもん。12年、まあギリ、うん、ギリおかしくない。14年ぐらい前ですもんね、あれ確か2008年だから。そうだね、うん、まあ、今回のね設定時間設定がどうなるかわからないけど現代なのかちょっと将来なのか、うん、うん、ね、そう、いや、まあちょっと ねもうカズそろそろ寝なきゃあれじゃない。あでも仕事じゃないもんね。仕事じゃないけど、まあ、でも結構喋ってますね。結構喋りましたね。ね、いや、まあちょっとぜひパワーオブザドクター見終わった後もちょっとなんかお話ししたいですねこれは。うん、しようしよう、うん、しましょう。いや、ちなみにティムさんいつ空いてます？まあいつも通りでも全然大丈夫だけど、うん、あもっと早い、じゃもっとそのもっと早い、早あどうしようかな。いやでも多分早くて、あダメだ、そうだ、僕今週とか今度の土日ちょっと仕事なんで、あ11月の6日とかどうです？11月の6日、日曜大丈夫だと思う。一応仮でそこにしときましょうか、うん、でまたいつもと一緒ぐらいの、うん、OK、 じゃあサマータイムだから12時、うん、あ変わるか9時間になるから、あれどうなるんだ、あれ1時間大丈夫、後で計算する。あ、まあ、ちょっとまあ詳しい時間はちょっとまた相談しましょうか。 OK、 うん、ちょっと今度久しぶりの泊まりの仕事なんでちょっとできないんですよスペースが。そっかそっか、うん、じゃあとりあえずみんな、まあ、で今聞いてるみんなもその時にはその時までにはもうみんな見てるのかな。まあどうなんですかね。まあでもやっぱ VPN とかで見てる人もいるし、うん、そうですね、まあ、あのネタバレっていうか、うん、パワーオブザドクターご覧になって、うん、まあ、なってない、見てない方も全然ネタバレでよければぜひ聞きに来ていただけたらなと、うん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 、ね、うん、そうだね。じゃあそんな感じでちょっと楽しみにしながら、うんうん、また次のねスペース楽しみにしてます。うん、僕も。じゃあそんな感じで、そうですね、じゃあティムさん今日はちょっとありがとうございました。長い時間話してくれて、うん、ありがとうございます。こちらこそありがとう、うん、さあ皆さんいかがだったでしょうか。まあこんな感じで2時間ちょいお話ししてましたティムさんと。まあいろんな話しましたね、シーズン13とか、イヴ・オブ・ザ・ダーレク、レジェンド・オブ・シー・デビル、まあ、これの、ね、ネタバレの全開した、ね、ネタバレを全開にしたあの、まあ、感想とか考えとかそういうのも話もできましたし、まあ、今後のドクターフーに関しても旧シリーズの話もあのいろいろ話が出て楽しかったです。でネタバレだから聞きに来てくださる方少ないかなと思ったんですけど、結構聞きに来てくれて非常に嬉しかったです。まあ、またあの、ね、次回パワーオブザドクターのネタバレ全開になるかちょっとまた考えますけど、あのまたそういう話もねできたらなと思っております。まあちょっとおそらく、まあ、今これ 10月23日、22年の10月23日の夜に撮ってますけど、まあ、おそらく明日のこれぐらいの時間には見れるんじゃないかなと期待してこのままちょっと
眠りにつこうかなと思っております。まあ、日本語でも見たいですけど、まあ、まずは字幕版ですね。あの英語字幕、まずは英語字幕で見て、そっからいつの日か日本語で最新エピソード見れたらなと思ってます。そう、言霊なんていう話もちょっとね、さっきティムさんとスペースしながらあの話出ましたけど、まあ、こうやってみんながこのね60周年記念日本語で見れますよとかね、そういうこと言ってたらいつか叶うんじゃないかなと思ってます。ではそんな感じで、皆さん長い時間聞いていただいてありがとうございました。また次回のラジオもよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。